怒らないから言いなさい。お母さんのゆきち、取ったでしょう。んえ何の話知ってるんだからね、お母さん。今まで何回もお母さんの財布からお金取ってたわよね。んそうよ。怒らないから、正直に言いなさい。笑った。でもそのさ、 すでに怒ってる気がするんですけど。怒ってないでしょう。怒鳴ってもいないんだから。断面、顔面、積極的に息子の息子で止めちゃおうかなっていう表情してるんだ、完全に。あんたがそう思ってもお母さんはいつも通りって言ってるでしょうそれより早く答えなさい。お金、取ったわよね。取りました。へそくりだったのよ、大事にしんのにあんた何してるの理不尽だな